チームの、10人集まりておりました。ありがとうございます。さあ行きましょう。本日のその戦い、まずは、予選 D でいます。まずワンピーマーが、総選手総選挙感謝祭の先頭が、プチがアットマークアクちゃん、プチがアットマークアクちゃん、ちょっと待ってますよ。プチンアットマークアッチャン、アッチャンって誰でしたっけ。あれあれ、僕なんか今悪いこと言った。いやいや、プチン、僕今プチンさん睨まれましたけど、対戦中のプチンさん、アッチャンって誰ですか。まあまあまあいいよ、はい、アッチャンの方です。さあ先攻は、プチン、そして対するスーピーガーが、超級プチン、いやごめんなさい、超級プチンマガンですね。超級プチンマガンの先攻ポンスケのルール。さあ先攻、まずはポンスケが1ラウンド、ピヨットからの、おっと、ムーンサルト、逆転。最後、EX サルト。さあ、まずポンスケ一緒。はい、じゃあ、相方と交代をしてください。相方とチェンジをしてください。はい、行きましょう。2試合目ですね。さあ、ソーセージと感謝祭が出てくるのは、マグイウンのユンですね。わかりますよ。マグイウンのユンですね。はい、まあ、マユニオンと言われても誰のことは分かんないですけどね。マユニオンのユン、そして中身は、まあ、赤いユンなので分かるでしょうが、他のユン、そしてスーピーガーが、チョキプチンハナーのユッチェン。さあまず1本取ったのはマユニオンのユン。さあ、ルームからの。さあ、マユニオン、ここはで、そこから、ウーケンが、あー、ポーンと入るぞ。上から、上から、自称で。さあ、では、一緒に。さあ、3試合目。マユニオンやったのゲーム。さあ、前半の後段戦で、ついに、スワボが流れました、マユニオン。そして対するスピンガーがポンスケのペン、ペンジャーナフルユー。さあ一歩取ったのはマユニオのユー。さあ2ラウンド目、まずはポンスケが当たりくるぞ。さあしかしここからのさあ幻影が通って体力が一気に追いついて、さあ誰最後の読みは EX 勝利。さあポンスケが取り返す。さあポンスケ、ツアーボンギョン相手に、さあワンチャン起こすのか。しかしジュニアガード、そして電子からのトイレ、ドラゴンから
おっとさあ、ロゴ雑動、ゲイダンスタート。さあ、たったな、まあ、ゆんゆん。さあ、行きましょう。本日、リーグ戦第2試合になりました。ワンピュアは、オロヤンのチョンに、さあ、今日もうっかり大沢からやってきてくれました。ありがとうございます。さあ、そして第1のツーピュアが、さあ、ドゥーレミ。さあ、ドゥーレミ対チョンに。さあ、これはキャラ的にかなりひどい組み合わせだわ。さあ、さあ、ドゥーレミなんとかしてほしいところ。おぉ、うわからさま。さあ、ここまで5の展開。さあ、手数はレミの方が多いように見えるんだが、なぜか態度がチュンリーがリード。見て。さあ、お互い、どうぞ、マーク。さあ、ここでレミ、体力リード。下段から、投げて。さあ、はいよ。おもむろに、おもむろにさ、さあ、一本取ったな、さあ、テレビ。さあ、投げで、さあ、できる。ゆっくり潰して。チュンリーがリード、画面端追い込んで、これからは、ネパン、出しなきゃならんの、隠れて、さあ、佐藤、ちょっとずつ体力が追いつけてくるぞ、逃げて、いや、違うよ。さあ、2度目なんとかオルヤンを取り返す形、3本目。投げて。でさあ、ルビーが体力リード。おーと、後ろからの中足砲力。さあ、逆転。ガード。投げ。さあ、まずオロヤンが一勝。はい、相方にチェンジをしてください。ただ猫の人も来ましたので、これが終わったら次の組み合わせからやっていきたいと思います。さあ、影響隊、まずは号泣。さあ、15機はまず一般選手。押してるね、朝今押してるところ。どうなのに。最後はカカト。さあ、取り返した、千里ミオキスティ。3本目。あと、さあ、これ、取り違う、脱落勝利。
よし投げ。抜けて。ねえ。右端ラッシュ。少しずつ手が最後分の残り、おっと毎回寄ったところからの瞬間で分かったのはゴーヒーということで、はい、じゃあ先行シルエット決めて、シルエットシルエットの先行発表ですか。A 筐体は追っかけネクロ対ソンスケリュー、そして B 筐体がプチンヒューゴー対ミネキスクエリだ。ペゲが一勝。さあ、B 筐体はまずミネキスクエリナが一勝。さあ、エクエダは2試合目、ユーキケン対ネコトフィどうする。Go for it!
京都は3試合目追っかけたい要求さあ1球2球さあ猫の日のダメ出しが入った準備はいい Are you ready? Go!状態はネタの日ゴーキのオロヤンのチェンブI'm waiting for it. Fighting's ready. Engage. Fighting's
じゃあ、ということで、超選挙感謝祭と圧戦1を試合をしてますね。はい。じゃあ、B 筐体で、ちょっと言われるところが、はい、これしかないかな。圧戦2と圧戦3ですね。猫の日をテクチームと、ティアキスキー佐藤チームで、ヒント3で試合をしてください。はい、追ってく、ニコノスキスとミラキスキーサットチーム B 強打で試合をしてください。
さあ、勝ったのはマユンユンということで、ユンの勝利。さあ、まずはね、ルーキーの一本。はい、レディー、ゴー。さあ、勝ったのは宮城スキーということで、ウィー教材は発表スタートですね。はい、じゃあ、猫の日お次チーム、ラスト回の試合です。総選挙感謝祭と圧戦に、総選挙感謝祭と圧戦にお願いします。はい。そうです、はい。今やってる組み合わせが終われば予選の順位を発表します。で、最後予選の順位からトーナメントを組んで決勝を行います。じゃあ、ラバーボーの。ビートの美しさというところで若干面白いのが8トータルがオレアン対コンステコンステオレアンの勝利。さあ3試合目、さあこれで結城県が勝つと2勝2敗のチームが3チームになってしまう。まず1ラウンド。
危険。さあこれで、さあ行きましょう。予選リーグ、5チームの予選リーグが終わりまして、予選3位通過の、スピガーですね。スピガーの超級プチンハザン、超級プチンハザンの先頭コンスケ、そして対戦図ワンピーガーが2位通過をしました。アセンスチームの G 号機、さあ競技対流、さあ今日ねうっかりサードの大会に参加するスタホー勢のコンスケですが、なかなかいい動きをしております。さあ、現地のフォローを削るで、さあ、まずは15号機、タイブリード、最後はクルージン、あ、かなり刺さりました。さあ、タイプリーク勝利、落としたボールからシャークミス、最後が怪しい。さあコンスケ綺麗に取り返して3本目、右に刺さって、さあ、体力は15秒、これはこれで、さあ、まず15秒から一試合へ、さあ、2試合目、オレンジチームとユッケン、さあ、先ほどつい数分前ですが、さあ、先ほど予選リーグではこれは有機圏が勝っている組み合わせ、さあ、有機圏の逆転の陣内が入って、さあ、今回はどうだ、さあ、また次第パークの方を寄せ、セットプレーはオープン、さあ、チームゲージは後半、さあ、逆転あるのか、いいよ、落ちない、さあここは大破壊、ここからはオレンジチーム、いいね、プロからのフォーク、決して、さあ、オフォーリード、さあ、ゆっくり攻撃が、さあ、とったのはオレアン、さあ、では、さあ行きましょう、決勝となります、ワッキーガーがアンセインチーム、アンセイン1チームですね、先頭はオロヤのチュンリー、なぜかスーパーアンセイン高所、そして対戦スーピーガーは総選挙感謝祭の、プッチンアトラーテアクション、さあまずはシュート、さあ高所、どうくらいだ、最後は出し投げ、
るぞ俺は。ファイターズレディーゲージ。ブロー取られてからの飛行所。さあ飛行所のここまでうまく使っているのかしら。あーこれはさあギガスが通って、さあこのラウンドは取り返すチーム。スリーバードさあ下ジェットが通って、おっ、ボス！あ、もう当たらない！うそー、どうなる？あー、ボッキング！うわー、勝ったわ！俺やん！誰もが知ってます。あ、攻撃やなって。あれ、攻撃しようとしたなって。さあここにいるデータを書くのはどこでも分かってます。さあ行きましょう、2射目。さあ G ネクロと、そして、ラロッカではなくて、何でしたっけ、マグーニュンの運と、マグーニュンの運って言ってる間に一本取ったな、マグーニュンの運。さあマグーニュンは総設計を何だったんですかね、よく知らないですけど。さあ、ディアノエン。なるほど。さあ、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 一気に取り返した15秒。ファイナルラウンド、エンゲージ。あ、これは天使からなんでしょう。そして最後もんでしょう。さあ、あっという間に勝負が決まった。さあ、決勝の3試合目、ワンフィガーはオレアのチェンディ、そしてツーフィガーはバイオユーコとラロッカのユン。オレアンが最初にアチョンに当ててそのまま優勝を勝ち取っていくのか、さあそれともマグニューの後ろのラロッカがあの子の笑顔のために優勝を去っていくのか。じゃあまず1ラノエ、まずはさあマグニューが一気に押していく、これ取って、元気くしかし最後雷撃。ファイターズレディーゲージ。さあ開幕無敵に発動からの天心、そして裏回りのデシャーレ。ついでしかしこれは返す。なるほど。さあこれを指導が俺やん、戻れて嫌う。最後は右直ジャンプ系。さあ一本取り返した俺やん。さあ、ね、さあユンのゲージは残り半分。チョキがセットプレーで一気に持ってるのか、それともユンがゲージをかけてからのゲージなのか。さあゲージが倒れ、投げて一番投げ、無敵に発動、どうする、上から行く、しかし中足翻訳。さあゲージが消えて中断。さあ勝ったのは俺やん、優勝は俺やん、 G チームです、おめでとうございます。